こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はウランが12年ぶり高値になり5割高、世界で原発建設が拡大し鉱山の開発停滞も響いているということで、ウランとか原子力発電のことについてお話をしていきます。1つ目が2022年末と比べウランの価格が5割上昇し12年ぶりの高値。2つ目、世界の原発発電能力は40年に 1.8 倍に増加予定。3つ目、ウランの供給不安が価格上昇を加速。4つ目、ウラン価格の上昇が電気料金に与える影響は限定的ということで、4つのテーマでお話をしていきます。まあ、これウランが急に脱 CO2 の流れからですね、ここで原子力発電が稼働数が増えたりですね、新設が増えているというのが今日の話です。1つ目ですね、2022年末と比べウランの価格が5割上昇し12年ぶりの高値ということで、まあ、これロシアのウクライナ侵攻とかエネルギー安全保障の高まりということで、福島第一原発の事故後のウラン鉱山開発の停滞が影響しているという内容です。でアメリカの調査会社 UXC によると、ウランの成功のスポットということで10月2日時点で1ポンド 72.75 ドルということで、ロシアのウクライナ侵攻直後の2022年4月につけたピーク価格ですね、1ポンド 63.75 ドルを上回り、東日本大震災が発生する前の2011年以来の高値をつけているという状況です。2つ目ですね、世界の原発発電能力が2040年に 1.8 倍に増加予定ということで、これ結構大きなところなんですが、ウランの価格を引っ張り上げているのはやはり原発向けの需要の拡大期待ということがあると。世界原子力協会のリポートによると、2040年には世界の原発の発電能力はなんと 1.8 倍になると、でウランの需要は2倍になる見通しが今あります。2023年の1月時点、これは日本原子力産業協会によると、世界で運転可能な原子炉はなんと431基で、この後がすごいんですが、建設中が72基、計画中が86基ということで、どんどん世界中では新たな原子力発電所が建設もしくは計画されているという感じです。で中国とインドで目立っていて、今53基運転している中国では建設中が24、計画中が23ってことで、もうほぼ倍になっていくという感じです。日本は確か55基だったと思うので、まあ、日本に追いつくぐらいの原子力発電が中国では起きると。でインドも今22基運転してるんですが、11基建設中、12基計画中ということで、ここもほぼ倍になるということが起きてきています。あとトルコとかエジプトとか原発がなかった国でも新設する動きが広がってきており、あと欧米の方ですね、イギリスとかスウェーデンで原発新設の動きが出ていると。あと欧米を中心に新設や稼働期間の延長などの議論もどんどん活発になっているという感じです。まあ、これ脱炭素、脱 CO2 の加速で化石燃料を使わない原発を見直すということで、今新規原発の本格稼働が40年以上なかったフィンランドでも、今年2023年の4月にヨーロッパ最大規模の原発が稼働したと。アメリカでも30年ぶりに新設の原発が稼働を始めたということで、かなり大きな流れになっています。でこの日本のエネルギー新法ですね、新しい法律、グリーントランスフォーメーション脱炭素電源法っていうのができたらしく、温暖化ガスの排出削減と電力の安定供給の両立に向けて原発の有効活用を明確にし、福島第一原発の事故以来の原発政策を転換したという流れが出てきています。で3つ目ですね、ウランの供給不安が価格上昇加速ということで、ウランの鉱山会社が価格低迷により開発計画を見直して、今減ってたってことですね、値段が低いんで、供給能力が不足しているというのが今の状況です。でウランの生産や輸送に関する地政学的リスクがあるということで、カザフスタンやニジェールの供給の安定性が懸念されていると。でロシアの濃縮ウランの生産能力の高さも議論の的になっているということで、これカナダのウラン大手のカメコでは2018年に生産活動を塩野鉱山で停止したと。
で2022年の11月に再開しているけど、人材不足とかサプライチェーンですね、供給網の課題が残って生産量がなかなか上がらないという問題が出ています。ただしですね、カメコは16年ぶりに株価が高値圏内にあると。あとカザフスタンのカザトムプロム株っていうのもロンドン市場で年初から約4割上昇しているという流れになってきています。ウランの生産で世界1位のカザフスタンですね、産出したウランを鉄道でロシアの港に輸出しているということで、ロシアに依存しない新たな輸送ルートを開拓しているんですが、輸送の遅延やロシアが輸送網を遮断する懸念があるということで、供給の懸案があると。あと前にちょっと YouTube で作ったんですけど、世界で 4% のシェアを持つ西アフリカのニジェールですね、ここでもクーデターが発生して供給が滞るとの見方が出ています。で、あと濃縮ウランに加工しないと原発で使えないんですが、このロシアの濃縮ウランの生産能力っていうのが世界全体で4割から5割占めるということで、アメリカなどではロシア産の輸入を禁止しようかという話まで出てきています。4つ目ですね、ウラン価格の上昇が電気料金に与える影響ということで、ウランの成功価格の高騰が電力代へのインパクトは小さいと予想していますと。しかし鉱山開発の再開や地政学的な問題が供給面の課題として浮上し、原発計画の進行に影響を与える可能性はあるという感じです。で、これ基本的には日本のことを言ってるので、2020年の時点では発電コストに占める燃料ですね、原発は 15%、 5、6割は液化天然ガスとか火力なので、燃料費が占める割合は少ないという感じです。そろそろまとめですね。これ福島原発が爆発したと、で水素爆発と、東日本大震災で津波が来て炉がうまく機能せず水素爆発したという話なんですが、水素なんかで原発の壁が壊れるわけがないというのが私の意見です。で、陰謀論詳しく知ってる人は、丸々されたのではないかというのが基本的な話です。で、その時は原発を潰して石油の力をより強化したいという世界的な流れがあり、さっきのようにウランの値段が下がったりですね、原発はもうやめようっていうムードになっていたんですが、こう強制的に脱 CO2 に持っていって、もう石油燃やすのはダメだ、原発にしろっていう流れを新しく作っているのが正解なのかなというふうに私自身は見ています。この原発をやるとプルトニウムができるんですね。で、このプルトニウムは非常にナーバスな問題なので、当然核ミサイルに使うんですけど、原発何のためにあるのっていうところを追求していくと、結局そこなのかなっていうのが私の意見です。あとニジェールの話出たと思うんですが、ニジェールのクーデターも多分ウランに関することが問題で起きたのかなっていうふうに考えると、支配者層の力っていうのはエネルギーに関することが大きく、このエネルギーの分野を何者かが牛耳ってトレンドを原子力に変えてるんだなっていうのが今回の YouTube の肝だなというふうに思います。本日の動画がためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。コメント欄にはご感想、あと質問いただけるとありがたいので、ぜひご記載いただければと思います。このチャンネルでアンティークコインに投資してお金を増やす、守るということから、今日みたいにちょっとやや陰謀論まで詳しく話してますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。動画の最後に QR コード、概要欄に URL、 LINE 上でアットマークゴールドコインと打ちますと、私の発行している LINE に登録することができます。週1回ニュースレター発行しているのと、動画1本ついてまして、動画見たい人にですね、30分間 Zoom でオンラインで個別相談というのをやってます。水曜と日曜日一人ずつなんですがやっています。日時合わない人は日時調整もしてますので、ぜひ、チャンネル登録の上 LINE も登録していただいてですね、コメントいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。